おはようございます。おはようございます。はい、まだ寒いです。まあそれはそうですよ。はい。俺大体このね、一番初めやったらたら喋るじゃん。はいはい。大体カットしてる。自分で。知ってます。自分でカットしてる。カットしてるなと思って。大抵何言ってんだろうって自分で思うんだね。これ見て。あの時の俺アホなのかなって、ね。2分ぐらい話して全部全カットですから。大抵カットしてる。さあ、はい、これ使うかもしれません。お名前、ジャムさん。はい、ジャムさん、はい、男性、支え、ビブラート、支えるとビブラートが出づらくなってしまいます。どっちも横隔膜の動きがあると思いますが、どう対処すればいいのでしょうか。結局その支えを勘違いしてると思うんですよね、僕は。ほうほうほう。そもそもそうですか。だから支えが、僕たち結構言ってるじゃないですか、こう支えって言ってこう吸ってここ張るみたいな。はいはい、言ってますね。なんか結構ほどけですよ、今気づいた。はい、言ってますけど、でも僕言ってないですよね。それは高音域の感覚っていうことも言ってますし、だから終始そのずっと張り続けるわけじゃないし、うん、その感覚っていうのは声の大きさにもよるし、声の大きさでも変わってくるし、音域によっても変わってくるものだと言ってるんですけど、うん、じゃあ支えってそもそも何かっていうと、うん、これは呼吸のコントロールだと思うんですよね、うんうん、息のコントロールではブレスコントロールのことだと思ってるんですよ、うん、結局その息が長く続かないとかあるじゃないですか、はい、よくうちに来てからまだ間もない生徒さんとか息がもうすぐなくなっちゃうんですよ、はい、あ、息のコントロールが結局できてないわけじゃないですか、はい、でそういうのがイコール支えができてないっていうことなんですよね。だからどっかを固めれば息が長く続くわけじゃないじゃないですか。はい、そうです。なんかどっかに力を入れたら息がすごい長く歌えるみたいな、そういうことじゃないじゃないですか。でも確かにそう考えてる人は多そうですね。どういうことですか。そう考えてるってことやってる皆さん、 いろんな歌をやってる皆さん、どっかに力を入れれば、そう支え、あ、なんだ、どっかに力を入れれば息も長く続く、コントロールもできるって思ってるかもしれません。それで確かに。それでもっとひどい人は、はい、腹筋運動でこう毎日腹筋も鍛えるみたいな。これ見てる人は腹筋運動してないんじゃない。いない。一言も言ったことないし、ね、それをすることでそういうことができるようになるとは、すごく間違った考え方に行くとそっち方向に行っちゃったりするじゃないですか。そうですね。だからそういうことじゃないですよね、うん、でもどうですか、小先生も昔はやっぱ息長く続かなかった。今も続かないよ俺。肺活量少ないし。まあ肺活量もないよりはあったん。結構その何こん、何なんていうの、途中で結構うまいこと吸う人よ。わりかし本番の時って息すぐなくなりません？ああ、どうだろう。普段よりも本番の方がそんなでもない。まあ社長先生は多分それは確かにちょっとそうかもしれない。本番に強いんですよ。緊張めっちゃするよ。で緊張でも息ってすぐなくなったりするんですよね、うんうん、あれも結局支えがなくなってるからだと僕思ってるんですよ、うん、だからそれも結局一緒じゃないですか。どこを固めたら息がなくするとかじゃなくてということだと思うんですよね。それはやっぱり結局息のコントロールのことなので、これはやっぱ結構時間がやっぱかかるし、うん、努力と、まあ、労力とかかってくるもんだと思うんですよね、はい、だからこの話を今のこの質問を聞く感じだと、なんかどっかを固めることイコール支えみたいな風に感じてるんじゃないかな、この方はって、うんうん、だからその固めることによって結局変なところに力が入って、普段はビブラート固めなければビブラートがかかるんだけど、そう、この人あれですよね、普段ビブラートかかってるけど支えを意識することでそれがなくなっちゃうってことだもんね。だから変なところに力が入ってビブラートがなくなっちゃってるっていうことだと思うんですよ。だからそもそもその支えの考え方を変えた方がいいというか、うん、僕たち支えに関してはかなり喋ってますけどね、うん、呼吸のコントロールですよ。なのでそれをできるようにしていただきたいなと思いますね。もともとのビブラートが間違ってるっていうか、その喉とかでガリガリバーってやってるというのはないかな。ビブラートってあーみたいな、あーみたいな、あーそれ結局やってる人いるんじゃない。いや中にも それ結局今のだとただ発声が悪いだけじゃないですか。そうだよ、まあ、発声悪いね、もちろんここじゃなくてここでやってるから、あーこれなんかちょっとビブラートっぽいでしょ。まあ、はい、これをビブラートと思ってやってるっていう可能性はある。ああ、はい、まあそうで、でこっち固めてそれがなくなっちゃうっていうこと、うん、難しいですね。なんかやっぱ分かんないよね、こういう活字だとね。ビブラート自体は結局音程のこの上下なので、
よくあのポップスとクラシックではビブラートが違うみたいなこと言う人がいるんですけど、ビブラート自体は一緒ですよ。なんかクラシックのビブラートはどこでかけて、ポップスのビブラートはどこでかけてみたいなことないですからね、別に一緒ですよ。かけようと、はい、かけようとするっていう作業がね、もうねちょっと違うんですね。かかる人にとってはもうかかるようになってくるとすごい自然とかかるようになってくる。自然ビブラートがやっぱ一番いいよね、ポップスの人もね。まあ、そうクラシックはもちろん絶対そうじゃん。ポップスの人もなんか自分でかけようとしてるのってあんまり美しくないよね、やっぱね。まあ、かけようとしないとかかんないんじゃないですか、それも。でもそれをまあ初めのうちのさ、トレーニングとしてやってさ。そうですね。なんかそれを早く形にしてほしいよね、うん。そうですね。そうです、そうです、そうです。だからそのビブラート自体に僕は種類はないと思ってますし、それはビブラートが多分綺麗にかかるようになれば、そんなのないって分かりますから、絶対。ということで多分この方はそれまだそのビブラート自体がまだ下手っていうのかもしれんし、僕はちなみにめっちゃ胸にうっ、って力入れても、うん、どうやってもビブラートの演歌の偽物みたいなところにかかりますから演歌の偽物何かだか分かんない、かかりますからね。はいはい、ちゃんとビブラートがもっともっと綺麗にかけられるようになってくれば、まあそんなことないと思うんですよ。あの胸に力が入ってたからビブラートがかかんないとか、うん、まずビブラートが微妙っていうことと微妙さ支えが、ね、の意識が間違ってるっていうところがこの方の主な原因だと思うので、うん、そこをもっと明確にしていただければきっともっとうまく歌えるんじゃないかなと。はい、思ってます。はい、はい、いかがでしょうか。いいんじゃないですか。はい、まあ、結局あの短い質問だけどさ、はい、結局は結構わかんないよね。そうですね、幅広く可能性があるよね。あると思います。はい、まあレッスン来るべきだな。いや、聞いてみないとわかんないところもありますけどね、うん、はい、こういう人のこそレッスン受けた方がいいと思うよ。そうですね、具体的にさ何やりたいか分かってるしさ、はいはいはい、そういうとこから導入して他のこともいろいろ教える、うん、そうですね、流れに持ってきやすいしね。はい、はい、という感じですね。はい、ぜひ練習してみてください。はい、どうもありがとうございました。